のコフワと言います。今日から、不定期に編み物のに関するラジオ配信をしていきたいと思います。早速ですけど、今編んでるのは、ユールニッティングさんのまっすぐ編みのベスト、とじはぎなしのまっすぐ編みのベストのアルパカブークレのものを編んでます。今前身ごろが大きいですけど終わって、後ろ身ごろを編んでます。よいしょ。では簡単ですけど自己紹介をします。もこふわと言います。年齢は、30代前半の、4歳の年少さんになる子がいるママです。あ、もう間違えてるで、編み物を始めたのは本当に最近で、とってもとってもとっても初心者です。で、なんでじゃあ初心者なのに、こういう配信というか発信、編み物に関する発信をしようかなと思ったかというと、結構YouTube とかインスタで編み物の発信をしてる人っていうのはめちゃくちゃやっぱり上手で、なんかプロじゃないですけどね、もう先生みたいな感じの技術を持っている方たちばっかりじゃないですか。で、もちろんすごい私もよく聞いてるんで、聞いてたり見たりしてるんで参考になるんですけど、なんか私みたいな本当に全然もう全然の初心者の方って、あんまりなんかやっぱ、ね、発信してないと思うんですけど、なんかこう初心者ならではのここ難しいよねとか、ここわかんないよねとか、そういうのをなんか皆さんと共有したくて、たくさん上手な人はいる中でこういうのが一人ぐらいいてもいいんじゃないかなとか思って始めてみることにしました。よいしょ。で、編み物は本当に2022年去年の夏ぐらいから始めて、本格的にはで、それはかぎ針編みを始めて、で棒針編みは秋ぐらいから始めました。棒針自体は触るのは初めてではなくて、中学の頃に付き合ってた子にマフラーを編んであげたくて、で母が若い時に編み物ブームがあったみたいなんですよね。手編みのマフラーじゃないや、セーターを彼に編むみたいな。で母ももちろんそれに漏れなくその波に乗ってて、で母も編み物ができて、もう母は早々に飽きて、私が母が編み物をしてる姿は見たことないんですけど、まあ道具はねもちろん腐るわけじゃないしってことで、たくさん実家にあって、でその彼に編んであげたいってなった時に、母が道具を引っ張り出してきて教えてくれて、マフラーを編みました。それがね、ゴム編みとかじゃなくてオールメリアス編みで、作り目とか伏せ止めは母が、あとタッセルとかつけるのも母が、タッセルじゃなくてフリンジだフリンジをつけるのも母がやってくれて、私はひたすら表編み裏編みみたいな感じでしたが、でもやっぱりなんかね、それはね彼氏を変わるたびに編んでて3、4本編んだのかな、大人になるというか学生 のうちに高校ぐらいまでは、大学になってからめっきり編まなくなりましたけど、そう
でもね、そう、やっぱりだからなんか手はなんとなく覚えてて、もともと棒針編みを始めた時にアメリカ式かフランス式かっていうのをどっちで自分はやろうかなっていうふうに悩んだんですけど、アメリカ式のが目が揃いやすいっていうのを見て、まあ、どうせ作るなら目が揃いやすいものを作りたい、揃ってるものをね、やっぱ作りたいなって思ったんでアメリカ式を始めてみたんですが、まあ、編めなくはないんですけどやっぱり遅くて、でそのフランス式ってどんな感じだったかなって思ってフランス式をやってみたら意外と手は覚えてて、多分その学生の時というかね、好きな子にマフラーを編んだ時には母がフランス式だったからそのように教えてくれたんだと思うんですよね。記憶はないんですけど、あまりで、まあ手が覚えてたのかな、ちょっと。だからまあ結局ね、目は全然揃ってないんですけど、フランス式の方がサクサク編めて、自分にストレスがあまりかからないので、今のところはフランス式でやってます。編み込みとかね、やれる技術が伴ってきたら、もしかしたらアメリカ式もねまたやるかもしれないんですけど、そうそう、だからまあ初心者、本当に初心者です。なので全然有益な情報もありません。でもこう編み物をしてて、ここってこうだっけとかだよねとか、こうね、初心者って私だけじゃないのねっていう風に初心者の方に思ってもらえるのも楽しいかなと。あとは上手な方、プロ並みの方から、まあそれなりにできるようになった方からいろいろいると思うんですけど、私なんかよりもすごい先輩、編み物歴先輩の方々がもしこの動画を見てくれたら、いやそこ違うよというかね、ここはこうやってやると上手にできるんだよとか、こういうものを使うと便利だよとか教えてくれたりとか、そういう情報交換なんかもいずれできたらちょっと楽しいなって思います。あとは私もこう回数を増すことによって技術がねどんどん向上していけたら嬉しいし、ちょっとそれをね見守ってくれる方がいたら嬉しいななんて思います。あとすごい私飽き性なんですよね、大型で。大型は関係ないかもしれません、すいません大型の方。でも本当ね、しやすく冷めやすいタイプなんですよ。なんですけど、なんかそうね、この編み物は今のところ全く飽きてなくて、毎日編み続けてます。なんか本当にね飽き性で、道具買ったら満足というか、材料揃えて満足しちゃうというか、ちょっと収集癖があるんで、例えばアクセサリーとか作ったりもしてるんですけど、ビーズ集めて、すごい集めて、店開くんかぐらい集めて、結局作ったの2つとか。で、在庫めっちゃあるみたいな。そうなんで、めっちゃ丸かうちにあるみたいな。いろんな大きさの。これどうするんだろうなって思うんですけど、たまに作るんですけどね、思い出したかのように。まあ、編み物はね飽きないです。やっぱりそう、ちっちゃい子がいるんでさっとどこでも始めれて、場所取らなくて、であまり危なくなくてみたいな、片付けやすくてみたいな。そうすると編み物って最高じゃないって思ってます、私的には。よいしょ。っていうか、このアルパカブークレ、これそのもののアルパカブークレで編んでるんですけど、こういう何て言うんですか、ループヤン、ブークレヤンって言うんですか、このモケモケのやつって、わかります、このモケモケのやつって、これってすごい編みにくくないですか。なんかこういう毛糸すごい大好きなんですよ私。なんかまっすぐな毛糸よりもこういうちょっと一癖ある可愛らしい毛糸っていうか、あ、何それ変わってるみたいな毛糸のが、こう単体で見た時にも可愛いじゃないですか、毛糸玉の状態の時でも。
だからすごい好きなんですけど、これブチブチブチってなりません？すごいブチブチって、あーごめんってなります。このブチブチってなった時にこの細かいさ、羊ちゃんのこの毛がブチブチって、羊ちゃんじゃないか、アルパカちゃんかね、ごめんねっていう気持ちになりませんか？これは私が下手くそだからなのか、それともみんなこうなのかわかんないですけど、そうなんです。だからね、でも編み地はこんなふんわり、すごい気持ちいいです、軽いし。そう、それでこのブチブチブチがちょっとなんかうーんって思っててまあいいんですけど、まあ、もうここまで来たらね突き進むしかないんですけど、なんかちょっと箸休め的なのが欲しいなと思って、また編み散らかしてます。というかまたって初めてですけど、私は常になんか同時進行で編んでないと飽きちゃうんで、いろいろ同時進行で作って結果完成遅くなるみたいな感じなんですけど、それで今よいしょ、ちょっとこれあのこの浜中さんのメンズクラブマスターっていう系統有名ですよね。でこれの多分これあの古いタイプなんですけど、これが私がよく行く手芸屋さんでなんと198円で売ってたんですよ。で、まあ、用途も決めずに買ってきました。でそれで、まあ、こんなまだ全然編んで間もないんですけど、こんな感じの市松模様、バスケット模様のあのなんだっけタートルネックじゃなくてあの首あっため、あ、ネックウォーマーを編んでます。でこれをこのね、このモケモケというかブークレヤン、ループヤンからこの普通のまっすぐな毛糸は編むと、もうスルスル編めて、もうなんかまっすぐ毛糸しか勝たんみたいな感じの気持ちになるんですよね。でしばらく経つとまたあのモコモコを触りたくなるっていうこの無限ループ分かりますかね。編み物する人誰か分かってって感じです。なんかしかもちょっと変もしや、あ大丈夫だった。そうでね、この柄はなんか結構みんないろんな人がこうやってるじゃないですか、この柄で。あの一応あの自分で編み目じゃないや、あの目の数と段の数は決めてみました。でこのままこっちにこう、こっちか、こう編み進んで、こっちこっちに編み進んでって好きな長さになったら閉じようかなと思ってます。輪針でぐるぐる編むのもどうかなと思ったんですけど、どっちがいいんですかね、わかんないんですけどね。まだ輪針セットも初心者ながらにして買ったんですよ。あのキャリーシーロングのセットを買ったんですけど、あの輪針として本来の輪針としてっていうんですかね、あの輪で筒で編むやり方はやったことがないんですよ。どうなんですかね、あれ、あのどうやってなんかこうなんかこうつなぎ目の部分とかどうしたらいいのかなとか思って、結局まっすぐ普通にオフ編みで編んでます。よし。で何の話しようとしたかな。あ、そうそう。で今日は毛糸がすごく好きすぎるっていう話をしようと思ったんですけど、もうちょっとだけ話しちゃったんですけど、私すごく収集癖があって、
あの編み切れてないのにまた毛糸を買ってしまうというか、皆さんは毛糸を買う基準って何ですか？あの編みたいものを見つけて、そこからこれ編みたいからこの毛糸で編もうって思うのか、この毛糸かわいいからとか、この色素敵だから、だから この毛糸買おう、さて何編みましょうかっていうタイプか、どっちでしょうか。私は明らかに後者です。もう、あ、かわいい顔、何編もうわからんみたいな感じですね、本当に。それってすごい無限な沼な気がしませんか。で、毛糸を編む行為自体もすごくすごく好きなんですけど、あの毛糸玉とかの状態で眺めているのが本当に好きあれだけでももうお腹いっぱいな感じになりませんか。幸せですよね、毛糸玉を眺めている時間ってそうだから、もうこの子を編み上がった後もすごくたくさんの子たちがあの並んで待ってますね、編んでよってそう、決して旦那には見せられない毛糸の在庫、ウォークインクローゼットの奥の奥の方にあのしまい込んでますでもきっとバレますよね、バレてますよね、多分そんなに毛糸がいいお値段をするって思ってないのかもしれないですね。100均とかのものを使ってると思ってると思います、うちの旦那さんは。うん、そう、このベスト編んでる方いますか。これあの冒頭でも言ったんですけど、ヒュールニッティングさんのベスト、なんかすごいゆかこさんが編むものってとっても魅力的に感じてしまう、まあ魅力的なんだろうけど、あんなに可愛くもないし、あんなに細くもないから、私が着たって同じようにはならないんですけどね、なぜかとても魅力的に感じてしまってすぐにポチってしまうあ、脱線しました。そう、それでなんだっけ、あ、そう、それで毛糸が好きすぎる、で皆さんのお気に入りの毛糸って何ですか。もちろんその時々によって変わると思うんですけど、私は今は一番は決めがたいんですけど、よいしょ、この手編みのお店フースさん、あのさっきからずっと話題に出してるゆかこさんのお店で買ったこのパルフェちゃんがすごく気に入ってて、お店って言っても私はあの東海地方に住んでる身なので京都のお店には行けてないんですけど、オンラインショップでこれは購入しました。でちょっと編んだ残骸があるんですけど、ちょっとうまくいかなくて歩道行こうと思ってここで絡まってなんか切るのもったいないなと思いながら、このループが痩せてきちゃったから、もうこの先はさよならしようかなとか悩んでます。ブチって言っちゃった。そう、さっきね、こういうループやんはあのブチブチいくからなって言ってたくせに、結局なんかもうこれが可愛すぎて、実は 6本もありますうちになぜって感じですけどね。でも本当こんな風じゃなくて、本当は
もうちょっとこの辺まで行くと分かるんですけど、ちゃんとこうやってピントが合わない、こんな感じでふわふわしてて可愛いんです。とこっちは私が全て悪い、こっちはね、編んじゃえば分かんないかな。でもやっぱ痩せてきちゃってね、これで本当はフード付きマフラーを編もうと思ったんですけど、なんか長い道のりすぎて一回諦めちゃったというか、うまくいかなくて諦めちゃったんですよね。でも6玉あるからな、うん、ちょっと今シーズンは無理かもしれないですけど、何か作りたいなと思ってます。でこれが気に入ってるのがもう1点と、でもう一つはこれもなんかまだ手つかずなんですけど、もう沢田一斗さんの こうかな、アルルっていう系統とダリーっていう系統、ちょっと前に買ったんですけど、これアルルはあのアームウォーマーを編もうと思ってます。でもすごいね、もちもちしてて可愛い。なんか本当にこのなんかラベルも可愛いですよね。ここのモコモコがもう可愛すぎると思って、匂いも嗅いでみたり私毛糸の匂いすごく好きなんです。でこれこのダリーちゃんはなんかリリアンみたいになってってるのかな、これリリアンって言うんですか、これこれがねすごい可愛くってね、いやこれもラベルも可愛いですね。でも何編もうって感じなんですけど、これがうちに今2玉あって、2玉だとなんか何が編めるのかな、うーんミトンとか。でもこれ号数が、あ号数じゃないや、メーター数があんまりなかった気がする。そう47メートルしかないんですよね。うーん、もう2玉買い足そうか。でもそういうことばっかりやってるから在庫がどんどん増えていくんですよねそう今のところ気に入ってるのはその今言った3つかな。他にもたくさんあるんですけど、ちょっと在庫抱えすぎて紹介しきれないんで厳選しましたはい、じゃあちょっと今日は自己紹介も兼ねてこんな感じでやっていこうかなっていうテストの、初投稿でした、私は日中はそう子供は今年少さんなんで幼稚園に行ってて、幼稚園に行ってる間は、あ間違えた、ちょっと待ってくださいね。そう幼稚園に行ってる間はパートをしてます、事務のパートを。なので基本的に編む時間はあんまりないんですよね。で編む時間がない、かつもう取る時間なんてあんまり本当にほとんど取れないので、更新もすごく不定期になると思いますが、なるべく、時間を見つけて自分の記録も兼ねて取っていきたいなと思ってます。インスタをちょっと前から始めたんですけど、なんか結構私人見知りなのもあって自分からどんどんコメントをしに行けなくて、いいねか無言フォローしまくってて本当にすいません。もしインスタつながりで見てくださってる方がいたら本当にすいません仲良くしたい気はすごくあるんですけど、ちょっと積極的にコメントをする勇気が持てず、でもせっかくならみんなと仲良くしたいから、もしよかったら
声をかけてくださるととってもとっても喜びます。じゃあ今日はこんな感じで終わろうかなと思います。最後まで聞いてくださった方ありがとうございました。こんな感じでゆるくやっていくので、もしなんかこういうこと喋ってほしいとか、全然そんな今のとこね興味とかないと思うんですけど、ありましたらなんか泣いて喜びますそれではまた次回のラジオで会いましょう。さよなら。